供のくせに愛の逃避行なんて生意気よあんたたち。ちょっと羨ましいけど止まらないと殺すから。近づいた龍明館文化祭、2の C の出し物は断然 IT 喫茶に決定だぜ。いかにも金と名誉の匂いがするネーミングだろ。うんにゃん、同じアルファベットなら SM 喫茶の方がグッとくる響きだぞ。それとも定番のメイド喫茶か。うわー、これぞ日本の民族衣装、伝統芸能だぜ。っていうか、どうして喫茶なんだ。文化祭の出し物だぞ。とにかく儲けなくてどうする。世の中カニだカニ。じゃあ懐かしのノーパン喫茶なんてどうだ。じゃあおめえがノーパンやるのか。なんで俺なんだ。それいいんじゃね。お前ら新鮮なノーパンかも。なんでと思ってんだ。パンツ履いてねえことだろ。そういえば素直のやつどうする気だろ。キョキス、怒っちゃった。ヘリーのせいよ。あら、仕方ないでしょ。これが生徒会長のお仕事なんだから。龍明館文化祭出場申請書。この絵素直。演目。とにかく演劇。まさか真正面から来るとはね。強キス。とさかきたとさかきた。そんな発声練習あったっけ。いいの、これが今の私の気分なんだから。とさかきた。こんなことしてても虚しくない。とさかきた。肝心の舞台はできないんだよ。でもね、何かやりたいじゃない。せっかくの文化祭なんだもん。常に準備だけはしとかなくちゃ。とさかきたー。とさかきたー。だね。ところで対馬くんとはあれからどうなったの。なんでそこで対馬くんの名前が出てくるのよ。別に何でもないんだからね。素直じゃないの。
名前ネタは NG？ あのね、うん、この絵さんたち舞台の稽古してるね。うん、そうだけど。あ、ごめん、もしかしてうるさかった？あ、いや、そうじゃないね。その逆言うか、うちらも手伝いたいな思て。うん、この絵さん転校してきてから姫と戦いながらパフォーマンスみたいのやってたね。それ見てたらなんや興味出てきてな。ごっつかっこええやん、女優って。だから私たちも舞台とかできたらなって。素人だからできるかどうか心配だけど、どうかな。どうもこうもないわよ、大歓迎に決まってるじゃない。ほんとありがとう。こちらこそよろしくね。よかったわね、素直。うん、よし、こうなったら本当に何か舞台やらなくちゃ。あとは言うものの、どうすれば文化祭に出られるんだろう。もしもし、あ、ほのか？強キス。ったく、羽使いの荒い妹なんだから、買い出しぐらい自分でやんなさいよね。ま、ピーナッツバターの新商品めっけたからいいけど。あれ、素直？ん？よう。あ、こんにちは、じゃなくてこんばんはだね、もう。そっか、俺も買い物頼まれちゃってさ。米は松笠錦じゃなきゃダメなんて言われてもな、どこに何があるんだか。私も同じ、妹に頼まれて。あ、これじゃない？ああ、それそれ、サンキュー。うん、よかったね。君の料理はうまいからな。やだ、マグリー、気がつくと思います。どうしよう、私たちも恋人同士に見られたりして。ありがとな、素直。あ、そろそろお魚のタイムサービスだよね。急いで行かなきゃ。ああ、じゃあ俺も。何話したらいいのかわかんないよ。この前見た舞台良かったな。女優さんも上手くて。あ、劇団超特急のチケット今週発売だっけ。取れるかな、難しいんだよね、あそこ。ね、どう思う？あ、何よ。本当に芝居好きなんだな。そりゃあね、今度の文化祭でもなんとか舞台をやろうと思ってるの。何か手伝ってくれる子もいるしね。へえ、そうなんだ。あ、でもまだどうなるかわからないけど。ま、そういうつもりありありってこと。そっか、頑張ってんだ。俺結構好きだぜ、演劇してる素直。お、どうかした？なんでもないよ、なんでも。ありがとな、買い物付き合ってくれて。ううん、こちらこそ。じゃあな、また明日。うん、また明日ね。結構好きか。お姉ちゃん、こんなの頼んでないけど。仕方ないじゃない、大根の気分だったんだから。大根の気分？美味しいよね、大根って。私大好き。強キス。
さら聞けないよね。どうして受け取ってくれなかったかなんて。忘れよう。過去なんてどうでもいい。今は未来の方が大事なんだから。明日から頑張るぞ。えいえい、おー。先輩。おはようございます、小内先輩。おはよう。って、ヤシも家族の人に買い出し頼まれたの？っていうか、まだ朝だよね。あ、これですか？料理部で使うんですよ。料理部？はい。今度の文化祭の出展にあたって、新しいメニュー作りは1年生に任されたんです。なるほど、その材料ってわけね。メニューができたら、また批評してください。それじゃ。ヤシもいろいろやってるんだな。私もなんとかしなきゃ。ほい、悩んでるな、少女よ。ホームには関係ないの。つれんな。どれ、我が輩に一ついいアイディアがあるのだが、耳を貸さねえか。アイディア？待て。強キス。なんか面白いことないかしら。お仕事があるでしょ、山ほど。ヨピー冷たい。でもそんなとこも帰ってそそったりして。はいはい。お、素直。人間について深く考察探求する同好会って、いわゆるゲリラ戦ってやつやな。これで文化祭で舞台ができるっちゅうわけや。嘘も方便。さすがこの絵さんね。いや、それほどでも。でも本当にこれでいいの？いいの。とにかく舞台に立たなきゃどうしようもないんだから。さあやるわよ、みんな。あニューヨークで10年ぶりに弟と会う姉は愛を忘れていた。いい？それ食べたら日本に帰るのよ。やっぱり。何？お姉ちゃんは今忙しいの。やっぱりお姉ちゃんは綺麗だなって。弟との出会いは大きく姉を変えていく。そして事件が2人を追い詰める。ローマ、香港、オーストラリア、オールロケ観光。ごめんね、お姉ちゃん。僕、もう…世界の中心で弟と叫ぶ、誰にも止められない涙を知っていますか？日本の夏、懐かさの夏。松笠祭ではミス松笠コンテストを行います。皆さん参加してください。ミス松笠の大江山祈りです。今年も頑張ります。松笠神社の参道で占いの館もやってます。みんな来てね。おお、ロミオ、ロミオ、どうしてあなたはロミオなの？静か、もっと恋しい気持ちを込めて。分かってるけど。ねえ、恋しい気持ちってどんな気持ち？じゃあ次ロミオのセリフいくわね。あ、無視した。ジュリエット、どうか僕を恋人と呼んでください。今日からそれが僕の名前。ね、私の出番まだね。ああ、ウバはこのシーンの後だからもうちょっと待っててね。ああ、そうなのね。わあ、こんなにギョーさんのセリフとっても覚えられへんわ。結構舞台って大変かも。本当にできるのかな、私たちに。心配しないで。どんな上手い女優も最初はみんな初心者なんだから。
私たちだってきっと上手くなるわよ。大丈夫、私を信じて。この絵はこの絵さんの言う通りに。そやな、頑張ろうね。うん。ところで、うちのやるこの神父って誰のお父さんなん？神父？ほら、これ、うん、それ、神父さんよ。あ、そっか、さすがにシェイクスピア。なかなかエスプリ効いてるな。マキューシオはお前に殺されたのだ、ティボルト。今また僕と戦おうというならば決闘だ。何？決闘だと？え？どこのどいつだ、この絵に喧嘩を売っているやつは。私が代わって相手になるぞ。あ、いや、そうじゃなくて。ん？強キス。なるほど、同好会か。と言っても名前だけなんですけど、こうでもしなくちゃ舞台に立てませんからね。うん、それは許せんな。ですよね、ほんと姫ったらわがままで高慢ちきで、土佐がきま、うん、いや、私が許せないのはこの絵、お前だ。いくら芝居がしたいからといって人を騙すのを見過ごすわけにはいかん。でも私は、私はこの絵が好きだ。黒金先輩、初めてお前の芝居を見たとき、よくわからないがお前の演劇に対する情熱、愛情を感じた。あそこには本物があった。本物のお前がいた。本物の私だが、こんなやり方で舞台に立ったらお前の舞台を愛する気持ちに傷がつく。私はそう思う。はい、黒金先輩の言う通りです。私間違ってました。真正面からぶつかります、私らしく。そうか、姫もあれで根はいいやつだからきっと分かってくれる。はい、よし、今度差し入れしてやるぞ。おにぎりなら得意だからな。え、本当ですか？ああ、炊きたての松笠錦で握ったおにぎりは最高だ。梅干しにおかかにバターにジャムに、それからジャム。ちょっと素直、どうしちゃったの急に。やっぱり私らしく正々堂々といかなくちゃ、きっとうまくいくわよ。素直。ちょっといいかな。強キス。ダメ。まさかこんな姑息な手段で来てたとはね。けどお会いにくさま、こんな手に引っかかる私じゃなくてよ。思いっきり引っかかってたけど。とにかくダメ。おい姫。あら、規則は規則でしょ。正式に認められた部活動しか文化祭への参加は認められないって。ちなみに文化祭出場の申請も今日が締め切りよ。残念ね。この絵、ちょっと待って。静香。すみません、クラス発表の申請が遅れてしまって。これが申請書類です。クラス発表？はい、で、2の A の演目はこの絵さんに一任することになりました。はぁ？これが委任状です。え？クラス発表なら素直が何をやろうと問題ありませんよね。ってごめんね、みんなの署名もらうのに手間取っちゃって。静か、ヘリーどうするの？規則は規則だぞ。わかったわよ、許可すればいいんでしょ。やったー！お待たせしました、ヘラいで。署名したのはいいけど、まさかこんな格好させられるとは。難儀だ。ありがとう、静か。クラス発表なんてすごいアイディアだよね。
本当はね、それ私じゃないの。あ、どういうこと？口止めされてたんだけど、そのアイデア教えてくれたの、実は対馬くんなの。対馬くん！素直。へいなんか恋の翼でひとっ飛び、石垣に恋の邪魔立てなんかできはしない。恋する心はなんだって軽々と。静かから聞いたわ。そのなんて言ったらいいのか。もう余計なことしちゃって、私だけで解決できるとこだったのに。え、そうだったの？なんて嘘。ありがとう。こんな風にしか力になれなくてごめんな。俺がもっと姫に意見できたらいいんだけどさ。仕方ないよ、相手は生徒会長で姫だもん。とさか来るけど。頑張れよ、舞台。あ、俺も素直の舞台好きだから。うん、よし稽古稽古。また買い出ししてこいだなんて、姉を何だと思ってるのかしら。とにかく舞台成功させよう。助けてくれたレオのためにも。それでもし舞台がうまくいったら、そしたらもしかしたらレオとってこら、やだ、もう何考えてんのよ私ったら。対馬くんと黒金先輩が。米は松笠錦じゃないとダメなんて言われてもな。ああ、炊きたての松笠錦で握ったおにぎりは最高だぞ。そういうことか。